こんにちは。シンガポールで美容師をしているアキです。今回の動画は自宅のヘアカット、子供の自宅ヘアカット、自宅キッズカット、自宅でキッズカット、自宅でできるキッズカットのレクチャー動画になります。ママさんから美容師さんまで楽しんで見ていただける内容になってるかと思うので、ご自宅でキッズカットをされる際にぜひご参考にしていただければと思います。シャンプー台のエキスキューブどうしたらいいですかね。だけでいいですか。どうですか。